関東から九州は晴れて厳しい暑さとなりそうですね、はい、そうなんですよ、まあ、今日も体温超えの危険な暑さとなるところが出てきそうなんです、うん、はい、でその原因こちらをご覧ください。これ上空の温度です。上空1500メートル付近の今日の15時の、まあ、予想でした。まあ、今日もこの21度ライン相変わらずですね、非常に上空温度の高い空気に包まれておりまして、はい、まあ、関東以西晴れるということで気温の方がですねまた大幅に上がる、まあ、そういった一日ということになりそうです、うん、で予想気温数字で見てみましても、まあ、今日も名古屋が39度予想ですね。体温を大幅に超える危険な暑さとなります。その他関東から西のエリア各地で35度以上の猛暑日となる見込みです。東京も36度など本当にねこの暑さのピークがね結構長く続いているというのが、うん、まあ、今年の特徴と言えそうです、はい、でその結果こちらが暑さ指数です、うん、この紫赤で表現されるもう熱中症危険非常に危険レベルがまた広域に及ぶということになりそうでして、まあ、昼間はもう引き続きね、屋内でエアコンを効かせてお過ごしいただくのが、まあ、熱中症予防にはやっぱり安全な対応だというふうに思います。またこの夜も温度高いですので、まあ、就寝時の熱中症にも引き続き要注意ということになりそうです。はい、最新の気温や熱中症情報についてはウェザーニュースアプリからご確認いただけます。